どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィルソンというブランドのかっこいいアイテムを大量にゲットしたので、こちらをご紹介していきたいと思います。フィルソンに関しましては前々から結構憧れがありまして、その独特のラギット感とか、まあ、男臭い武骨な感じ、まあ、そういうイメージがあってすごく前から気になったんですけども、なかなかフィルソンに買い物に行く機会が今までなくて、実は一個もアイテム持ってなかったんですけど、今回初めてアイテムをじっくりと見た時にね、めちゃくちゃハマってしまって、ハマりすぎて今回3つもゲットしてしまったので、もう一気にご紹介しちゃいたいと思います。こうどれもね、これからの季節にも使えるし、あとはね、長年持ちそうなその男心くすぐるようなアイテムが多いので、ぜひね、最後までご覧いただきたいと思います。いやー、フィルソンね、中毒性ありますね。まずは簡単にね、フィルソンのブランド紹介の方をしていきたいと思います。はい。フィルソンとはっていうところなんですけども、アメリカのシアトルを本拠地にするアウトドアブランドで、1897年、クリントン・シー・フィルソンが創業し、当時ゴールドラッシュで近郊で働く労働者用のウェアを製作していたそうです。最上の天然素材、あとは妥協のない縫製といった労働者のニーズに応えるフィルソンのウェアは、多くの労働者たちの支持を集めて、やがてフィルソンのマークは信頼と同義語であるとまで言われるようになったそうです。で、様々なブランドともコラボしてまして、こうリーバイスであったりとか、コムデギャルソン、ジュンや渡辺マンとか、まあね、セレクトショップでも取り扱われているような有名なブランドになります。ただどっかで見かけたことあると思います。まあ、そんなブランドなんですけども、もうサクサクと3つまでの商品紹介していきたいと思います。こう今回ね、ジャケット買った、トップス買ったとかそういう感じじゃなくて、小物であったりとかが多いんですけども、まず1点目、トートバッグですね。見てください、この武骨感。この取っ手のところのレザーとかね、ブライドルレザーが使われているので、この前グレンロイヤルでご紹介しましたね、ブライドルレザー。こんな感じでもう超肉厚で硬いんですよ。でこのボディのところもね、新品状態なのでまだガッチガチなんですけども、この武骨感がいいですよね。もう使いまくって柔らかくしたい。で、これ商品名の方がラギットツイルトートバッグというものになってまして、フィルソンのバッグの代名詞とも言われているようなバッグになっております。で、価格に関しましては税込みで 29,150円。そして色展開の方なんですけども、全3色展開で、こちらのオッターグリーン、他にはね、タンとネイビーというものがあります。素材はコットン 100% のラギットツイルを使っておりまして、この特別に織られたラギットツイルは、フィルソンの中でも最も高い耐久性を持つバッグだそうです。動画でも多少伝わると思うんですけど、この堅牢感すごいですよ。コットン 100% でこんながっちりしちゃうんだっていう。あとはね、素材の中に薄くワックスを入れることで汚れやすい分にも対応できる仕様になっているそうで、撥水性であったりとか耐摩耗性にも優れております。なのでね、そんじょそこらのね、もう擦れとか摩擦じゃんね、なんか傷つかねえだろっていう感じがします。これはで、このレザーの部分、さっきもご紹介したんですけども、耐久性の高いブライドルレザーを使用してまして、見てこの厚さ、すごい厚みになってるんですよ。ここがね、馴染んでくるまで相当な時間かかると思うんですが、馴染んだ時にはね、自分の肩にフィットする最高のレザーになってると思います。他の特徴で言うと、この大きく開いた口の中で荷物が取りやすいようになっているのと、この外側の両側にですね、大きなサイドポケットが2つついております。これが結構特徴的ですね。中にはね、こう仕切りなんかはないので大きなものをボーンと入れられますし、細かいものはね、取り出す時に便利なサイドポケットで使い分けることもできると思います。このサイドにもね、ポケットがあるので、こちらにボトルホルダーにもなるそうで、収納力に関しては抜群のサイズ感になってますね。はい。で、こちらの面のですね、内側サイドポケットの中側にはこんな感じでね、鍵なんかを取り付けられることのできるスナップクリップが装備されてます。これもね、すごくしっかりとした作りになってるんですよ。日常使いだけではなくて、アウトドアシーンであったりとか旅行とか幅広いシーンで使えるようなアイテムだと思うんですけども、やっぱり頑丈さってとこがすごくね、ポイント高いと思います。僕はね、今回この開口部が開きっぱなしになってるものを選んだんですが、ここが開きっぱなしが嫌だなって人はね、少しお値段が上がるんですけども、ここがジップタイプのものもありました。このカバンがおすすめの方であったりとか、合わせ方なんですけども、まあ、PC やタブレットも問題なく収納できるサイズ、15インチの MacBook でも全然入ったので、それくらいの荷物ももちろん問題ないですし、あとはね、ここのマチの部分、こちらに関しても結構な幅があるんですよ。なのでね、お弁当とか入れてる方もいらっしゃるそうです。街中でね、こういう風なフィルソンのカバンを持ってる人の服装で言うと、まあ、カジュアルめのコーディネートの方が多いと思うんですが、少しフォーマルなカジュアルジャケットのスタイルの方なんかもね、使われてるのを僕は見たことあります。まあ、こんな感じでシンプルだけど適度な高級感がしっかりと雰囲気から漂うアイテムになっておりますので、幅広く使えるかなと思います。まあ、実際に背負ってみますと、ちょっとね、今着てるシャツの色があれなんですけど、
こんな感じ。ほんとちょうどいいサイジングですね。以前僕トートバッグでデニムのものをご紹介した時はすごく大きいものを購入してたんですけども、これくらいのサイズのトートバッグは持ってなかったので、これはいいかなと。普段カバンはあまり持ち歩かないんですが、どうしてもね、仕事場に行く時にパソコン持ち運んだりとか、ガジェット関係をね、最低限入れたい時にはね、これくらいのサイズがすごくぴったりなので、めちゃめちゃ使い勝手良さそうです。やっぱりまだね、新品なんで生地は硬いんですけど、これをね、どんどん馴染ませて使っていきたいと思います。これ一回だけね、もう使ったんですけど、サイドポケットにこの鍵だったりとか入れられるので、機能面もね、充実してるので僕は気に入っております。はい。そして2点目なんですけども、こちら。これね、商品名のがティンゲームバッグっていうものになってまして、めちゃめちゃね、武骨でかっこよくないですか？アウトドア感もあるので、夏場のね、コーディネートのアクセントにもいいかなと思って今回ゲットしてみました。でこちらがね、価格の方が税込み 19,250 円。で、色展開の方はこちらの缶のみの展開になっております。で、サイズがね、2つあって、M と XL の2サイズになっております。こちらの特徴に関しましては、オイル加工された15オンスのティンクロスで作られております。15オンスもあるんで、結構な厚厚みと生地の堅牢感がもう触り心地、あとは見た目からも結構伝わるかと思います。このティンクロスのティンっていうのはブリキのことで、まるでブリキのように水に強く、擦れを防止してくれるということでティンクロスという名前が付けられたそうです。そのティンクロスに関しましては、ドズメで織られたダックキャンパス素材にパラフィンワックスとオイルを高温高圧で施しており、コットンの芯まで染み込ませているそうで、ワックス加工されたコットン素材は引き裂きであったりとか繊維、水分、そして過酷な環境での風にも対応しているそうです。もうね、とんでもないですね。 A few moments later. なのでね、こちらのアイテムに関しても撥水性であったりとか耐摩耗性に優れているアイテムになっております。フィルソンのね、そういったこだわりの部分ってすごいですね。で、この気になる、ね、レザーの部分、こちらのね、もう細部に関してもブライドルレザーを使っているということで、こちらもね、ハイパー肉厚なんですよ。だから最初ね、これ試着した時にカッターと思ったんですよ。ベルトよりも厚いみたいな感じがするんですけど、こちらもね、馴染んでくるのにかなりのお時間かかると思うんですけど、ここがね、味が出てきたら最高の状態に仕上がると思います。はい。そしてディティールのところなんですけども、こちらのショルダーストラップ、こちらに関しては調節も可能になっておりまして、本来の用途に関してはハンティング用のオーバーベストなので、ジャケットなどの上に着てポケット収納を増やす目的のベストだそうです。本来であれば予備の弾を入れたりとか、背中の部分、こちらですね、こちらちょっとね、膨らんでると思うんですけど、こちら中に収納できるんですよ。こちらの背中の部分には狩りなどで捕らえた獲物を入れるポケット、まあ、通称ゲームポケットというらしいんですけども、そういった機能がついております。まあ、釣りやキャンプはもちろんなんですけども、デイリーユースでね、アウトドアアイテムを、特に夏場なんかは T シャツの上だったりとか、アクセントとして使うこともできるので、まあ、そういったシティユースでも活躍するようなアイテムかなと僕は思ってます。ティンクロスじゃなくてメッシュ素材のゲームバッグも発売されているそうなので、ラギット感の強いものよりもメッシュ素材であったりとか、ちょっと軽めのアイテムがいいって人はそちらの方がおすすめなのかなと思います。こちらもちょっと着用してみます。はい、着用してみました。こんな感じ。今分かりやすいようにね、白の半袖 T シャツの上に着てるんですけど、もちろんスウェットだったりとかシャツの上でも、ね、すごい似合うんですよ。着心地に関しては、この首元だったりとか肩のところが疲れるかっていったら全然そんなことなくて、着用感はすごく軽くてね、使いやすいです。このゲームバッグが1個あるかないかで、すごく服のテイストだったりとかイメージが、アウトドア感であったりとかラギット感が追加されるので、本当はね、デニムとかと合わせてあげたりとか、そういったものがね、すごく相性いいかと思います。こちらのね、おすすめの人であったりとか合わせ方のところなんですけども、 T シャツで着てもね、こんな感じでもちろんアクセントにもなりますし、何よりも収納力が魅力的なので、夏場のコーディネートでね、男性で、僕もそうなんですけど、夏場だとポケットが足んなくなったりとかするんですよ。そういった時にね、カバン持ちたくないしなっていう人はね、これちょうどいいと思います。両方のポケットもね、すごい容量入るんで、 iPad mini くらいだったら全然入っちゃうんじゃないかくらいの、まあ入れはしないんですけど、そんな感じです。あとね、冬場であったりとか、ジャケット、ブルゾンなんかをね、着用する季節に関しても、そういったジャケットの上から合わせることもできるので、まあ、そんな感じでね、自分のコーディネートをカスタムするアイテムみたいな感じで使うと僕はいいかと思います。そして最後なんですけども、この渋いハットですね。こちらをご紹介していきます。買ってすぐの時はね、これツバまっすぐピーンとなってるんですけど、なんかピーンとしてる感じよりも、ちょっとへにゃらせた方がなんか渋いかなと思って、僕買った後にこういう風にぐちゃぐちゃぐちゃって一回やってから今この状態です。こんな感じでバケハに近いような使い方で僕は被っているんですけども、これが商品名の方がティンクロスパッカーハット。で、価格はね、12,650 円。で、これね、色展開が3つありまして、こちらのオッターグリーンと、あとはブラックとタンの全3色展開になっています。こちらのハットに関してもサイ
ズ展開がありまして、 M サイズから WXL で、僕はね上から2つ目の XL のサイズをチョイスしております。なんかねハットでちょっとピチピチなのが苦手なので、ちょっと大きめに被るのが僕は好きなので、こんなサイジングですね。でこちらに関しての特徴であったりとかポイントなんですけども、こちらに関してもさっきのゲームバッグと同様に15オンスのオイルフィニッシュティンクロスを使用しているので、めちゃめちゃ武骨、硬いし肉厚だしすごいです。これこちらに関してはね、アウトドアの現場であったりとか雨風や紫外線から頭部を守るように作られているそうです。このね内側に関してはしっかりと汗止めのコットンテープと、あとはね左右にこういう風に4つずつハトメがあるんですけども、これが通気用の穴になっているので季節を問わずに着用できるハットになっております。はい、あとはねティンクロスの商品にはこんな感じでリペア補充用のオイル缶がついていますので、防水機能が弱くなってきたなーであったりとか、そんなタイミングでねオイル入れてみるのもありだと思います。オイル自体にねもちろん撥水性があるのは言うまでもないんですけども、素材自体の保護をしてくれる役割もあるので、長く使うためにこういったオイルを入れるという考えもあります。まあどんな商品でも少し手をかけてあげることで一生ものになるので、僕もね時間がある時に、まあブーツのオイルを塗るタイミングだったりとかで、このねピンクロスに関してもオイルを入れてみたいと思います。ちなみにねオイルの入れ方なんかはネットを調べると結構出てくるので、ぜひチェックしてみてください。こちらのねハットもちょっと被ってみますね。はい、こんな感じですね。結構アウトドア感とか、まあ、色的にもそうなんですけど、ミリタリー感も出てきて、普通のハットであったりとかバケットハットとは少し印象が変わってくると思います。まあ、夏場だったりとかね、あとアウトドアだったりとか今年行きたいなと思ってるんで、もうそういった時にねもうガシガシ被れるハットってことで、ね、こちらを愛用していきたいと思います。こちらのおすすめの人であったりとか合わせ方のところなんですけども、おすすめな人はもうみんなおすすめ。フェルトハットであったりとかストローハットがねちょっと綺麗すぎるというか、決めすぎちゃって苦手だなって人だったりとか、バケットハットでもっとツバが長いものが欲しいとか、アウトドア感を少し出したいっていう人にはすごくちょうどいいアイテムだと思いますし、合わせ方に関してはねこんな感じで無地の T シャツ1枚にこんな感じで合わせてあげるだけでもこなれ感もすごく出ますので、やっぱ被り物とかね夏場も僕愛用してるんですけど、すごく使いやすいアイテムだと思います。はい、そんな感じで今回はフィルソンのアイテムを3つご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。いや中毒性ありますね。もうどれも武骨で堅牢性の高いアイテムでね、渋いオーラがプンプンするんですけども、どれも愛用していきたいと思います。特にねこれからの季節だとこういった小物であったりとか、さっきのゲームバッグとか洋服のアクセントになるアイテムだと思うので、男性ファッションだとやっぱりすごくシンプルになりがちなシーズンだと思うので、こういった小物でねちょっと差別化していきたいと思います。さらにはねアウトドアのシーズン、まあ、コロナでねどうなるかわからないんですが、今年はバーベキューであったりとか気兼ねなくできるようになったタイミングではこういったものを利用してアウトドアファッションというものも楽しんでいきたいと思います。はい、という感じで今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。